吉田正尚絶好調になる。2安打で打率3割目前、直近6試合は打率647と絶好調。 SNS では本来の正尚になってきてる、夏場に強いいつもの正尚さん、やはり天才バット職人、もう3割いっちゃえなど称賛のコメントが多く寄せられています。マッチョマン最高や、ちょっとおかしいくらい打ちすぎだろ、何をどうやったらこんな急にバカみたいに打ち出すんだ。守備と走塁さえまともならもう少し重宝されるのに、いつの間にか大谷を超えてた。なんだよ、帰国しないのかよ。とりあえず松井のキャリアハイくらいは超えとけ。熱くなると打つ、やはりあの方は正しかった。規定打席到達してなくね、ランキング乗ってないね。規定到達して3割目前ならすごいけど、守備走塁と捨て体質がね、年俸考えると3割は最低条件。全然守備やらせてもらえない DH で使うのもったいないな。やっぱ打撃センスはすげえな。守備が人並みにできればな、規定打席に到達しないと記録には残らない。オリックスでレフトじゃなくてライト守っていた時はそこまで不安なかったんだがな。 DH で試合もスタメン落ちばかりで、誰よりも休養バッチリだが規定に届かないシーズンでした。守備できないし、日本で安打製造機だったから3割いかないとね。ご視聴ありがとうございました。